はい、順次です。ではアイオナビーザーネイチャー続きをやっていきましょう。このステージ2の途中からの、まあ、再開となります。まあ、ただ難易度は非常に優しいので倒せないか、まあ、サクサクと、まあ、それはまさにもうウエハースチョコかのごとく、まあ、進めていきたいと思うんですけども、でこのうわーこのキャラクターはカービィに出てくる、クラッコーですね。うん、可愛らしい。まあ、私はボッシーで、まあ、ボスとしてね戦いましたが、はい、でまあ、こんな感じでサクッと来れるので、まあ、この調子でもガシガシと進めて、まあ、今回で2面のボスまでは倒したいとは思うんですけども、これちょっとこれどうなってんだろう。雷の規則性が下と違いますね。ちょっと緩やかなの、うわ残りに当たり判定あるのか。ただ雷がしっかりと消えてから進めば大丈夫そうかなと思う。最後のちょっとこのおかずみたいのにも当たり判定あるんで、うわすぐ出てきちゃうか。おかずにも当たり判定あるから、そこもちょっと注意をしてかないといけないんだが、消えたらすぐ行く。それをちょっと徹底していく。我慢チェック。なかなか難しい。これ最速ではいけないような仕組みになってますね。ここで出ていっちゃうと当たるんで、この次か、ここで入ってさっと行って、ここで一回休む。うわ危険。でさっと行ってここで休む。よしよしよし。んで手前が早くて後ろ遅いのか。後ろ遅いなこれ。消えて次出られるか。ここ危な。うわもうちょっともうちょっと、なんか罠ありそうな気するけど大丈夫かな。倒せる。あよかったよかったよかった。うわ早っ。これどうしよう。あ今のところか。これ一瞬、あーちょっとこれ難しいぞ。ここね、ほっ、うわっ、ここむずい。その最後が難しいな。ここでとりあえず木を倒して、でここだよね問題は。ここバチ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 すぐだ。だからバチバチすぐ、バチバチすぐ次か。ほっ、ここよしよし。あー来れた、いいね。でセーブ。そしてここからはちょっとなんか難しくはなってきてますけど、一回端っこ、うわこれやらしいな。光ったら OKOKOK、 いいぞいいぞ。初回来れてる、結構いけてる。これどこだこれは。一回出てここか。あくっそ、まあ、難しい区間とそうでない区間の差がなかなかありますね。でこれちょっとやらしいな。消えたらすぐ、消えたら、消えた。よし、オッケーオッケーオッケー、来れた。で罠がないので、よしセーブ。うわぐるぐるモアイちゃんいっぱいいるが、で倒せないと。だけどそんなに、まあセーブはないですけども、難しくはないでしょうといったところ。うーんここちょっとどのタイミングが最適なのかしら。4体目を追いかけていってで縄跳びするがいいかな。あ今んとこでも避けられたけど、タン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 、待てタンタン、待てクソク。違うか、もうちょっと走り切っちゃった方がいいか。ほんと非常に穏やかな作品でやりやすいですね。これ多分ここだ、この3体目この間に入ってて、ここでタン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 、よしよしタンタン、オッケーオッケー、いいぞ。そろそろボスじゃないか。ボス一回ちょっと壁とか調べさせていただきつつ、ボス戦ですね。多分カービィの何がしかのボスだとは思うんですけども、まあ早速では入っていきましょうか。よいしょ。このキャラ、うっあ反射して下から湧き上がってくるってわけですね。わかりました。では2戦目いきましょうか。ゴー。さてと、あ右下にワープありますね。あそこに入ればいいのか。弾はどっから当たる。ここはここ当たんないのか。じゃあここか。あーで湧き上がってきたのを避けると。あー分かりました。で一応調べたところ、私あまりちょっとキャラクター詳しくないので、このキャラクターおそらくカービィのゴルドーという、まあ、そういうキャラクターと思われます。まあ、可愛らしいですね。これ下で避けた方がいいか。ここでもう、あてか体力多いな。体力が多い。待て、怖っ。体力が多いぞ。そしたらここでも当てて、無敵時間はないのでひたすら当てても、なんていうか、あで下で避ければいいか。あこうしよう、
ここで当てまくって、もうあと、あ、しまった。それであの下で避けてを繰り返すと、なんで上には上がらなくていいかなと思います。これが撃破壊になるでしょう。さて行こうか。まあ定期的に打っていって、そうね、この感覚で打っていて、まあちょっと鬼畜な耐久作品だと思って、あとはもう下で避けると。これ下に針が出てくるとさすがに厳しいですけど、そうでなければこう一定間隔で打って、下のあのバウンドボールが返ってくる前に下がると、それを繰り返せばいずれ倒せるとは思うけども、ちょっと体力がありますね結構。うん、これでやっと5分の1ぐらいなんで、まあ連打すればいいのかもしれませんけど、最後あの弾が消えてくれるなら連打でもいいと思うんですけど、多分消えはしないと思うので、あの一面のボスを見るに、なんでこの状態でちょっと危ないな。よっ、うわー、これはなかなか気が遠くなる果てしない体力。一旦休む。まあこれを繰り返しましょう。まあ、携帯を変えてくるとするとちょっとまた分かんないけども、そうでなければ、よし、安定安定。いや体力多いな。連射しちゃいたい欲に駆られますけど、まあ何よりもこうゆっくり着実に与えていくのがいいと思うんで、これあのなんか弾のスピード速くなっていってるような気もしますけど、危ない、気のせいかな、どうだろう。よし、この感覚で、いや、やっぱ速くなってきてるよね。ちょっとやっぱり速くなってきてるから、上に逃げた方がいいのか、まあ、それをちょっとこう、あ、弾も増えてきてる気がする。よし、まあ、早い分はそのすぐにあの画面この下の方から去っていってくれるんで、あんまり気にしなくては良さそうだけど、あ、これ危ない。よし、こう避けよう。何も下ばかりじゃない、臨機応変に対応していく、それがすごく大事。よし、 OKOKOK、 一回下がりましょうか。いや体力タフだね君。一回、もう一回、あ、また危ない。うん、安定安定。あの普段ねミスらないような配置、あのボールの配置でも、こういうちょっと緊張した状態ではミスることがありますんで、安定を取っていきましょう。ここまで来たら、うん、3発ぐらいをちょっと限界にして、よしよし、 OK。 いや、まだか、あとちょっとだね。でももう少し、もう少しで消えてから撃つ、消えてから撃つ。よしよし、引く。体力どれぐらいありますかね。50ぐらいありそうな気がするが、まあ、ただ幸いにも携帯は買えないんで、そこは嬉しいところですかね。よいしょ。なんで、まあ、うわー、ちょっとやっぱこれ増えてるかな。弾、危ねっ、ちょっと一回下がろう。弾数と弾速が上がっているような気がする。あー、これ上がってるね。うん、ちょっとこの最後の方はなんでこんな感じで2発ぐらいを限界にした方がいいかもしんない。ちょっと、うん、無茶して出する可能性があると思う。いや、うん、あるね、これありますね。この量はちょっと怖いんで、2発ずつ、あともう2往復ぐらいで倒せるかなとは思うんだけど、あ、いける、いった、よし、 OKOKOK。 罠ダメよ、罠はダメよ。オッケー、大丈夫ね。で入って、オッケー、聞いたー。よし、そうしたら3面はこれ水中ステージですね。ではやっていきましょうか。まあ、ちょっと時間余ると思うのでもう少し進めたいと思います。ということで、まあでも隠しアイテムとかなさそうなんで壁とかは触れなくてもいいかなとは思うんだけども、まあ、一応ね、下も気にはなる。もう何もなしか。そしたらスイスイと水中、これでかいジャンプの水中ではないかな。うん、であれば、まあ、あのボスちょっと強めですかね、体感。うん、ちょっと強めなんでそこをちょっと警戒してはいきたいところだが、でセーブして、おっと一発で来れています。こんな感じでちょっと、うん、水のねこの潤しい雰囲気を感じながら何でも言えばいいってもんじゃないですけど、よいしょ、行きましょうか。よっ、あ、いいね、一発で、まあ、ひたすら張りゲーという感じか。それをちょっ
ちょっと処理落ちしてますが、ここら辺ちょ難しい箇所もやっぱありつつ、この水中感覚に早くなれれば突破できるとは思うけども、怖い怖い。でちょっと行って OK で一回休む必要も特に、うわーそこよ、 OK いいぞ。ここは何もなしか、なんかセーブありそうな気しますけども、これミディアムですから、うん、これ以上はありませんので、タンタン OK でセーブ。そこね、なかなかちょっと針の近くで危険なところにありますね。うん、怖いぜ。そしたら続きを行きましょう。やばい、行きましょうか。ここをタンタンタンと行って、うわこれか、うわ水中斜め、これあーここだね。水中斜めは難しいですね。少しずつキーを押していくような感覚でいく。よし来た OK でさらに空中上下水中バージョン、よしこれ無駄にすんなよ。連打 OK で多分画面切り替わってセーブあるね。さてサクサクと行こうか。でなんとなくでこれは突破できると思う。あ、そのリンゴ抜けた後の針に何度か当たってますね。もうちょっと集中していかないとダメよ。ここ よし OKOKOK これた。あでこれ後ろの背景、まあ、写真ですけども、なんかあの水中ダイバーがいますね。ダイバーが、うん、ただそれだけという。あーここでまた水中斜め、うー来たか、いくよ。あやっぱちょっと早いのよね。最初のこのハープっていうんですかね、若干ファイナルファンタジーのプロローグみたいな感じはしますけど、よし来た OK。 さてスイッといって、ここもグワッとジャンプ、少しずつキーを押して、よし来た OKOK セーブ。セーブが取れればこっちのもんで、頭そもそも飛び出しちゃった。頭打ちで、うわ、うん、そこの頭打ち入れないな。頭打ちうっそで、リンゴをちょっと避けといてから頭打ちでダッシュで頭で、おきょ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 で、これどうしよう。ほうわー、そこで避けるしかないよね。ここちょっと若干慣れないところはあるが、すぐ慣れるでしょ。来た。そして次どうしようかな。このリンゴをどこでジャンプする、やっぱここだよね。よし来た OK であれば最後、これ意外と難しいのよここで。ちっちゃく、あ、おっかない、おっかな、今の区間怖かった。でぐわっとぐわっと、なんか難易度後半上がりますね、うん、最初優しいんだけど後半が難しくなってくる傾向に。あ当たっちゃう。そしたら今回はあの上のセーブポイントまで行ったらちょっと終了しようかなと思います。ということでやってこうかね。よし来た。ここねそんな難しくないからタイミングスイスイ、よしよしよし。いやーここか、飛び出して針感でいくけどまたいちゃう。あまたいちゃう、くぐるよりまたぐ方がいいか。であの針感で、針感で調整、針感で調整、怖っ。大丈夫よ、よしここで調整、ここ当たっちゃうか。もう少し左。さすがネイチャーというだけあって、まあ、雪の降る街とか、まあ、お菓子のね木々、それからこの水のステージ、まあ、たくさんの自然を堪能しているが、ちょっとこれ怖い。よし来た OK、まあ、お菓子の木々はもう自然かというとちょっとなんか難しいところですけども、うん、このねダイナミックな自然を堪能しているキット君と私。もうちょっとだね、あそこのセーブ。でも罠はやっぱないですかね。常にこう針ゲー地帯というか、でここ連打 OK。 あとはこの空中上下を3回超えたらか、まず1回目ほわっと、よしここはいいでしょう、まあ、抜けたりはしないよね。で次ここねちっちゃくほっ OK 最後いい感じね、いくよ。よっ、あ嘘、最後こう人間ってどうしても過去のね自分の経験した事柄と比較してしまうんですよね。でそうするとあのこの地帯も、まあ、この区間か、まあ、難しいっちゃ難しいんですけども、やっぱりあのカミリア3のルキトエリアを経験してる私からするともう全然可愛らしいものだなと思ってしまう。よし来たセーブ。本当にあの作品は違うんですけども、あのカミリア3のルキトエリアには本当に苦しめられましたので、まあ、それと比較したらもう本当この区間は可愛らしいですね。はい、まあ、そんなちょっと穏やかな気持ちでこの先もまあやっていきたいと思います。まあ、次回のパートですかね。はい、ということで今回はここで終了したいと思います。では皆さんご視聴どうもありがとうございました。